はい、お疲れ様です。おつぼです。今日は国旗2678年10月2日ですね、今皆さん見ているの大聖寺ですね、よくあの漢字だけのことがあるので、これあの振り仮名 とか英語も書いてるので非常に親切かなと思います。大聖寺、これあのビデオカメラでとかってスマホであれば光の調節を明るくすることで できるんですけど、これビデオカメラ明るさ私のリギリローじゃ動画編集ソフトインストールしてないんで、できません、ここは雪国の小京都な長野県飯山市ですね、まだ開設してないんですけど、予備チャンネルとして大坪元木旅チャンネルを上げたいと思います。これそっちの方にアップする予定です。元木チャンネルの方には先ほど上げましたけど、じゃあこう なんていうのかな、トレーじゃないけどくぐりますか、トレーじゃないんで普通にくぐっていると、これ、予備のビデオカメラとして買ったやつですね。あっちの方なんか曇ってるみたい でこう自分映しながら撮影できないですよね。なんだ伊豆さん、ああこのビデオカメラ倍率が90倍までできるんでこれにしました。前のビデオカメラと同じパナソニックですね。はい、まあ、陸上競技場ということで、お寺とか神社とか私非常に大好きですね。お地蔵さん、ここあの鐘とかなったら鳴らしたり、あの鈴あったら鳴らしたりしたくなるんですけど、ちょっと今日は省略。今日これ撮るの2回目ですが、昨日にゃんこいたんですけど、今日はにゃんこいないですね。このうちは映さないようにしなくちゃ。なんかほらほらテレビ見てるのかよみたいな、まあ、テレビ見るみんなあのその人勝手なんですけど、にゃんこいないですね。毘沙門天、おこれがサムネイルになればいいなと。これちょく あこれ今だいぶ上にしてるんですけど、ビデオカメラちゃんと回ってますね。いいね。山七福神巡り、スタンプ機能押し、あ、私見えねや、スタンプ押しました。なんかいねえな。何分、あ、ちょっと何分とかちょっと、いや、ちなみに私あの体力練習するときもいつもサングラスかけておりまして、我々ね、どかさするとき変装のためサングラスしてるんですけど、この前なんか、中学の新人戦のときどか削除してくださいって声かけられちゃいまして、あ、バレてるなと思って、どこどこですと、あしろの
なんかヒップポンプだなんすか、まあ削除しましたけど。はい、それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル、あ、これ、あれか。では失礼します。